住友林業が東京都国分寺市で建設中の7階建てのビル。こちらが一番7階部分ですね、はい、主要構造の柱に木を使用しています。室内にはほんのり木の香りが漂います。これはですね、いわゆるその H 鋼にですね、木をもうパカッとこう挟んじゃった感じですね。使われているのは木に鉄骨を内蔵したハイブリッド型の建材です。木で覆うことで、木というのは燃え止まる、炭化することでそれ以上燃えないんですね。そういうことで鉄骨を守るということで。この建物の1階から3階には鉄骨、4階から最上階にはハイブリッド木材が使われています。建設コストは通常の鉄骨造と比べて 1.2 倍ほどですが、付加価値の高い空間を求める層を取り込む考えです。例えば宿泊施設のホテルのビルもありますし、あとはそう商業の一般企業さんを入れるビルであったとしても、まあ、こういう木質のもので特別な空間という構成ができますので、これまで既存にあった構造体でもう世の中的にも信用信頼がされているものと木をうまく組み合わせることで気遣いということがどっと広がっていく。建設各社はより大規模な建物に使える燃えにくい木の開発にも力を入れています。清水建設は5月、建材などの性能評価機関で木材の耐火実験を実施。実験するのは高さ3メートルの特殊な木材です。最大1000度を超える炉で2時間燃焼させた後、自然に沈下するまで木材が倒れないかを確認します。2時間の火災後、自然沈下するまで消火活動できない過酷な場面を想定しています。最高温度が260度になると中の木材が燃え出してしまうので、そうなるともう NG。 実験開始から20分、炉内の温度は800度まで上昇しています。今のところ実験の経過いかがですか？はい、芯材の表面温度が100度で推移していますので問題ないと思います。炉の温度が1000度を超えても柱の芯材の温度が100度を保つ、その秘密は木材の構造にあります。これが仕上げの鉄骨材、耐火芯の鉄骨材、裏側、ここが100度。水分が蒸発することで熱の上昇を抑える石膏ボード、熱を遮断する耐火シート、この二重構造によって木の芯を熱から守る仕組みです。清水建設は2時間耐火の木材の認可を国土交通省に申請予定で、今年度中に認可取得を目指しています。認定されれば14階までの建物に使えることになります。まあ、これで単独で使うよりももっと組み合わせた方がいい建物ができる場合がありますので、まあ、それを今いろいろと検討を進めているという、課題というよりもこの先いろんな展望が開けているのかなという気がしますね。